どうも高井です。辞めたくて会社辞めない暗示の正体。この暗示をこの本では条件反射って言ってますけど、昔犬の実験でベルをチリンチリンチリンって鳴らしただけで唾液が出るかどうかっていう実験したんですね。当然最初は出ませんよ。それを音響同期という方法を使ったんです。ベルをチリンチリンチリンって鳴らすと同時に餌を与える。それを40回、50回、60回って実験していくうちに唾液が出るようになったんですね。高田がベルを鳴らしただけで唾液が出るようになったんですよ。この方法は人の世界にも当てはまるんです。学校のチャイムって皆さん知ってますよね。キーン、コーン、カーン、コーンって言ってる時に、そのチャイムを聞いた瞬間に、やばい、遅刻するって言って、日本の社会って1分1秒に超厳しいから、遅刻をした生徒には体罰っていうのはほんの一昔あったんです。強烈な鼓膜が破れるほど勢いのピンタ、そしたらケツバットみたいなね。そんな罰則あったらさすがに遅刻するわけにいかないよね。そんな体罰のある時代っていうのは、小学校の6年間、中学校の3年間、高校の3年間、合計12年間もそんな環境の中にいた生徒たちにとっては守らざるを得ないし、それによって条件反射が体の髄まで染み渡ってるから、社会に出てもそれはアップデートされていって、公共交通機関でいう電車とかバスなんて1分単位で遅延報告してくれるよね。それによって遅延届けっていうのも正確に5分とか10分その程度であったとしても配られている。で、会社にそれを出すことによって、なるほどこういうことで遅れたんだねって認めてくれたりする。ただ昔の日本人って超ルーズだったのよ。時間超守れない、超遅刻するみたいなね。それほど学校のチャイムみたいな BGM って超強力なわけです。たかが BGM、 されど BGM だね。これを副業とかをするってことを考えている人にとっては逆に使えるんじゃないかなっていう。皆さんは今の状態ではカゴの鳥みたいな労働者なんです。ところがそのカゴも鍵がかかってない状態なんですね。もし副業禁止の会社に働いてるんだとしたら、それは鍵がかかっちゃってるようなものなんです。それで鍵がかかってないっていう状態にするためにはこの BGM が非常に有効ではないかなと。この BGM を流すことによって鍵のかかってない状態にして外が見られる状態になる。じゃあ実際実践してみるっていうことができるんですよ。皆さんも一度はこの BGM による方法で条件反射によって自然にその音を鳴らすことによって、よし副業やろうって環境を作りませんか。私は非常に有効な方法だと思っています。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。